This is Daily Flyer, afternoon information program. You're listening to Daily Flyer. 今日のデイリーフライヤーは新しいスポーツロゲーニングをご紹介していますが、現在日本でこのロゲーニングの普及活動を行っている日本ロゲーニング協会に実はお話をお伺いしてきました。もともと2001年に当時アメリカに住んでいたオリエンテーリングの愛好者4名がロゲーニングに参加したことがこの協会発足のきっかけになったみたいなんですけれども、まあ、オリエンテーリングと共通することが多いロゲーニング、ただ大きな違い何かと言いますと、敷地が広大なんですね、ロゲーニングは。で、長時間開催だから、海外では24時間制があったりとか12時間制があったり、こっちがスタンダードだったりするんですけどもね。あと、あのスポーツなんですけれども、その中では公共交通機関の使用が OK だったりとか、 GPS の使用が OK なレースもあったり、まあ、日本では3時間制っていうショートバージョンもあるみたいですね。で、今回取材でお話を伺ったのは日本ロゲーニング協会の代表理事である樺沢秀親さんです。日本ロゲーニング協会の方々、皆さん他にお仕事をされながらの運営なので、今回も樺沢さんのお仕事の休憩中にお伺いしてきました。お話、まずそのロゲーニングに肝心なチームワークが問われるシーンについて樺沢さんにお話をお伺いしました。やっぱり誰かがバレた時ですね。競技なんでやっぱりチームとしては早く進みたいっていうのがあっても、誰かがバテるとやっぱりスピードが遅くなってしまう。で、そういった時に元気なメンバーが先に行っちゃったりとかすると、やっぱり喧嘩になったりとかバラバラになってしまうので、まあ、そういったところをいかにそのチームでまとまってうまいこと進むか、だからチームが早く進むために自分が何をするべきなのかっていうのを、まあ、考えるところですかね。まあ、例えば仲間の荷物を持ってあげるとか、まあ、そういったところが重要になるかなと思います。これは助け合いですよね。だから人間性が試されてくるのかなという気もしますけれどもね。まだ日本では競技人口が少ないのですが、これ実は海外では世界選手権が行われたりですね、ワールドカップも開催されているということで、もしかしたらですよ、もしかしたらラジオ沖の皆さんも名誉あるワールドカップ日本代表ロゲーナーとして選手として選ばれるかな、これから始めればですけど。で、続けて樺沢さんにですね、ロゲーニングにはじゃあどんなタイプの人が向いているのか、こちらをお伺いしました。向いているのはやっぱりまず第一にその自然を楽しめる人ですかね。あとはその自然って言っても、その、まあ、最初からは難しいかもしれないんですけれど、そのあらゆる自然現象を楽しめる人、例えば、雨が降っていても雨なりの魅力っていうのはやっぱりあるので、まあ、山で雨が降っててもなんかうっすら霧がかかってて幻想的な景色だったりとか、もうそういうのを全てを含めて楽しめる人、受け入れられる人っていうのが非常に向いてると思います。試されるスポーツなんですね。こう精神修練にもいいかもしれませんが、ちなみに2012年世界ロゲーニング選手権大会、今月14日まで一時エントリー受付ということで、意外とあまり機会ありませんでしたけども、興味のある方ぜひぜひエントリーしてみてはいかがでしょうか。さあさあさあ、メールが来ました、ね、三重のなるさん、ありがとうございます。たった今来年1月に開催される静岡のロゲーニングにエントリーしてきたところです。ロゲーナーの方からメールが来ました。ランナーもそうでない方もマイペースで参加できるので大好評なんですって。で、もっと広がるといいなと思うのでバンバン宣伝してくださいなんて書いてありますけれどもね。その参加したら親友や友達と、親子やね、友達という頭をひねりながらちょっとだけ競い合う気持ちも刺激されて、頭と体にいい運動になります。まさにそういうことなのかなという気がしますね。子供の頃にやった宝探しとかね、そういうのをちょっと思い出したりもするんですけれども、チェックポイントにたどり着くのはちょっとした宝探し気分なのかなって思いました。だからスポーツの爽快感の他にドキドキ感もこれはたっぷり味わえるような気がしますね。ちょっと広がると面白いかもしれません。ちなみに協会の理事の樺沢さん、夢は北海道のような広大なエリアでやることだそうです。さあ、デイリーフライヤー、また来週月曜日です。大橋さんのデイリーフライヤー、どうぞお楽しみに。というわけで、デイリーフライヤーオンフライデー、ここまでのお相手は井門宗之でした。